どうもシュートです。さあ今回もユフトボールアプリのとこ撮ってきますけれども、今回はこちらのエピックガチャバルセロナが来たんで、こちらの能力値解説、育成解説をやっていこうかなと思います。今回デコエとエジミューさんの3選手が登場ということで、まあ以前登場したガチャでは3選手とも違うガチャで来てたんですけれども、まあこの3人が一緒になってるのは個人的にはね、相当いいガチャだと思いますね。もちろん最近のガチャある程度引いてて選手揃ってるなら、まあちょっと取らなくていいかなって思う選手もいるとは思います。けどエジミューソンなんて、まあ、正直最強級 CB の一人でもあるというか、センターバックだったらまあ5位以内に入ってくるぐらいも普通に優秀な選手なんで、まあ、全ポジション補強できるって考えたらかなりいいガチャだと個人的に思いますね。評価いつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価でし、僕の独断と偏見で決めておりますので、この辺をご理解ください。でまあハイライトに関しては結構激アツな選手は正直いないかなと思うんで、今回エピック3選手だけ紹介しておきますね。でまずはエジミューソンですね。身長186センチ、右利きのアンカーということで、まあDMF で使うのも全然強いと思いますけれども、 CB だとこの育成だったら裏総合値103と、まあ育成次第では多分104いくんじゃないかなと思いますけれども、まあとりあえず今の環境的には瞬発ある程度上げつつ、まあジャンプとかフィジカルも上げてスピードも90持っていって、あとはもうディフェンスにぶっ破するっていうのが一番いいかなと思いますね。まあ元からやっぱ DMF 本適正なだけあって、足元能力特にパス面っていうのはまあ特に何も振らなくても結構高いし、パス4上げでグランダーパスは80まで乗るかな、フライパスも高いし、まあ DMF で使うんだったらそこまでね守備能力求めなくてもいいと思うんで、まあもうちょっと瞬発上げに行ったりパス上げたりドリブル上げたりっていうのも全然選択肢としてはいいかなと思います。まあ、5バックとか3バックの 3CB とかなら特に使いやすいかな。2センターバックだったらもう全員ねトップクラス級持ってるなら、今は富安さん、ネスタとかアラウホがいるんで、まあちょっと入ってきづらいですけど、まあそれでもねその3人と渡り合えるぐらい使用感めちゃくちゃいいですし、さっきも配信で、まあ、10試合弱ぐらい使いましたけど、もうほぼほぼ対人戦負けずにパスカットもめっちゃしてくれるんで、やっぱ使用感めちゃくちゃいいですね。前はプジョル、カシージャスと共に来ちゃったんで引いた人も少ないかなと思いますけど、まあ、今回のこのデコとエトを一緒に来てるなら、まあ、あんまりセンターバック DMF 揃ってない人にとってはめっちゃいい補強になると思います。スキル的にはヘッダー、マンマーク、インターセプト、エアバトル、スライディング、タックル、アクロバティック、クリアぐらいしかなくて、まあ、闘争心だったりブロッカー、この辺りはちょっとつけてあげたいかなっていう感じしますけど、まあその2つつけたらほぼほぼ完璧ですし、まあパス能力とかもある程度あるんで、スルーパスとかつけても面白いかな。まあ今はサイド CB にできたりもするんで、サイド CB で使うのもありやし、能力的には余裕でベンチに入ってこれる、なんならスタメンでも余裕で使えるような選手かなと思います。では次、エトーですね。身長180センチ、右利きのラインブレーカーということで、僕が今作るならこんな感じの育成にするんじゃないかなっていう感じはしますかね。まあエアバトル1をパスに振って、グランダパス70持っていってもありだとは思いますけれども、とにかくこの選手ドリブルの操作性がちょっと悪いんで、まあスピード瞬発力せっかく高いのにドリブル低いっていうのはもったいないんで、ドリブルボルコン93まで持っていって、ボールキープも80まで上げて、まあスピード瞬発力の高さを最大限活かせるようなドリブル上げの育成が結構強いんじゃないかなと。結局スピード瞬発力100、101あったところでドリブルがね90未満とかだったら裏抜けしてもねドリブル遅いんで、まあしっかり上げてあげた方がいいかな。操作性も上がるし、スキル的にはワンシューヒールトリック、コンカウト、スピンキック、足裏あたりが優秀で、まあダブルタッチ、ミドル、スルーパス、このあたりはつけてあげたいですけど、まあ結構元から優秀なスキル持ってますね。まあ個人的にはボールキープの低さだったり、まあちょっとねボディコンが低くて扱いにくいなっていう場面はあるんですけど、まあこのドリブルの15上げ育成では使ったことないし、まあこんぐらいドリブル上げてない育成で配信で使いましたけど、まあ毎試合結構活躍してたし、いいライブレフォワード持ってない人だったり、とにかくスピシュンが高いラインブレーカー求めてた人には結構いいんじゃないかな。オーウェンの方が逆足精度良かったりボールキープ高かったりするんですけど、やっぱ身長でかくて体強いんで、まあ個人的にはエトーの方が潰されにくさはあるかなと思いますね。ではラストはデコですね。デコこれまだ育成してないんですけど、この選手はね、まあちょっと違う育成、裏総合値最大育成しますけど、僕はこの育成にはしてないんですけど、裏総合値最大106いくんですよね。まあめちゃくちゃね足元能力とか攻撃面に関してはものすごくいいものを持ってます。まあただここまでパスとかドリブルそこまで上げる必要はないかなと思うんで、個人的には今使うならこんな感じにするんじゃないかなと思いますね。まあそれでもドリブルとかボルコンめっちゃ高いし、グランダーパスも4振りで97とかいくんで、まあなかなかぶっ壊れた能力してるかな。
決定力82とかカーブも高いし、スピード瞬発力もまあ最低限インイエスタとかスナイデルレベルはあるかなと思いますし、キック力も97あって、フィジコンも地味に60前半50後半とかではなくてボディコン90で、スキルがちょっと渋くて、コンカミドルワンパアウトスピンキックスルーパー持ってるんですけど、やっぱりダブルタッチだったりワンシュー持ってないんで、まあ無印 OMF で使うなら、まあその2つは最低でも欲しいかなと思いますが、まあその2つつけたらね、もうめちゃくちゃ普通にガチスカ級なんですよね。まあ個人的にはやっぱりイニエスタとかスナイデルみたいに、ちょっと今身長低くてフィジカルが若干弱めな潰されやすい系の OMF っていうのは、まあそんなに使いたくないというか、まあスピードもね、イニエスタスナイデルデコってないですし、そこがちょっと痛くて使わないタイプで、ちょっと他の選手にデコ素材にして食わせちゃったんですよ、ダブルタッチとか持ってたんで。でもまあイーフト2023の時みたいに4141の中央2枚の OMF モドリッチとか、まあちょっと足遅めなリンクメッシとか使ってましたけど、そういう時代がスピードそんなに高くなくてもドリブル結構できる時代がまた帰ってきたとしたら、正直ぶっ壊れた能力してると思うんで、このドリブルパス決定力キック力ってやばいんで、まあそん時のために取っとくのもありかなっていう気はしますし、まあもちろん今の環境、僕はフィジカルある系の選手の方が好きですけど、まあ別に身軽タイプでもやれると思うし、中央で細かく崩していくのにはやっぱデコとかイニエスタとかこういうタイプの選手の方が絶対やりやすいんで、まあ特にパスとか細かいドリブルサイド広く使ってなんかこう崩すってよりも、中央だけでこだわって崩していきたい人とかにとってはデコとかめっちゃ強いと思いますね。まあ一応能力似てると思うんで、イニエスタと比較しておくと大体こんな感じで、ボールキープは負けてるけど、それ以外まああとボディコンぐらいかな、まあ大体デコが勝ってるっていう、まあ逆足負けてたりはしますけど、まあ、ほんとデコね能力エグいんすよね。これ見ただけでものエグさはかなり伝わるかなと思います。それでは今回ここでバルセロナエピックガチャの解説終わっていこうと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。まあやっぱりね、超ガチスカ級で言うならばエジミューソンぐらいな気もしますけど、デコも、まあ、超ガチスカ級の一歩手前というか、まあ一歩手前もちょっとなんか違和感があるぐらい、半歩手前ぐらい、ほんとそれぐらいね普通に強い2人なんで、まあデコエトーはやっぱ好き嫌い分かれるタイプではあると思いますが、まあ足速い裏抜けタイプのライブレが好きな人にはエトー絶対ハマると思うし、デコも細かく繋いで崩していきたい人だったり、まあちょっと狭いスペースでもボールしっかりキープできるイニエスタとかスナイデル同様、そういう選手が好きな人にとっては絶対刺さるし、でエジミューソンはもう後ろの選手なんで、もう普通にほっといたらいい守備してくれるんで、まあやっぱりいいガチャに違いはないと思いますね。ただまあ自分のプレイスタイルで引くかどうかは決めていただければいいかな。まあエジミューソンは基本誰にとっても当たりだとは思うんで、まああとはデコがどうなるかっていう、まあ僕みたいに CF である程度こねるタイプだったり、ちょっとごつめでなんかドリブルフィジカルでなんとかできるような選手が好きな人にとってはデコはちょっと微妙かなと思いますけど、さっき言ったあれが当てはまる人だったら全然強いんで、まあ3選手とも当たりなガチャって考えたら、そういうプレイスタイル抜きにしても、まあ美課金とかで全ポジションエピック補強したいっていう人にとってもかなりいいガチャかなっていう感じはします。まあでもある程度選手揃ってるなら特に引く必要もないかなっていう、まあ人によってだいぶ意見が分かれるガチャなんじゃないかなっていう気はしますね。それでは今回固定動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。